ただいまに全日本プロレス記者会見を始めさせていただきます。まず最初に、4月チャンピオンカーニバル、4月28日岡山大会にて、世界ジュニアヘビー級選手権試合、石井圭介対佐藤光、こちらのカードが決定いたしました。そちらの記者会見を始めさせていただきます。それではまず、初めに佐藤光選手より、挑戦者佐藤光選手よりコメントの方よろしくお願いいたします。はい、昨年の、DDT の両国大会で、高尾選手に敗れまして、世界ジュニアを、失いました。今か今かと、挑戦の機会を伺っていたんですが、そうしている間にアジアタグも失い、もう一つ持っていた東京インターコンチネンタルタグも失い、手を挙げにくい雰囲気になって過ごしておりました。ただその中でも自分なりに経験を積んで、佐藤光にしか積めない経験を積んで備えていたつもりです。先日の世界ジュニア歴代王者だけの6人タッグで、富士さんから勝利することができまして、まあ同タイミングで石井さんと山本君の試合があったので、勝者に俺がと思って手を挙げさせていただきました。たまたま本当に紙一重の勝負だったと思います。石井選手が勝ちまして、次の挑戦する日といった時にパッと思い浮かんだのが、4月28日、岡山大会でした。4月の28日岡山大会、毎年毎年オレンジホールはもう最後と言ってるんですが、もう今年3年目になりますが、振り返ってみたら岡山で自分が子供の頃試合を見ている時っていうのはチャンピオンカーニバルと世界タッグが最強タッグが来てるんで、タイトルマッチというのは全日本プロレスは一度も見たことなかったです。今全日本プロレスはもうヘビー級がやっぱりすごく充実しているので、チャンピオンカーニバルにもジュニアの選手は基本的には出ませんし、これはもう、負けてられない。やっぱり負けるのはもう何にとってもやっぱり嫌なんで、一発ここでぶち込んでやろうと思って言いに行きました。断られてもそれはもうしょうがない、その時はその時だと思ったんですけど、いつの間にか石井選手がチャンピオンとして非常にたくましく成長されていて、目を見た瞬間にどこでもいいんだ、いつでも来いっていう目をしてたんで、非常に嬉しく思います。感謝もしてます。ただ試合は試合なんで、もう今から始まってますんで、どんなに石井選手が頑張っても僕に追いつく経験値っても得られませんから、それだけは僕の武器ですから、他のものはもうないですけど、それが僕の武器ですんで、一生懸命頑張って岡山でチャンピオンになりたいと思います。はい、ありがとうございました。続きまして、世界ジュニアヘビー級のチャンピオン石井選手、コメントをお願いいたします。まあもう佐藤光さんが来たら断る理由はありません。過去シングルでもタッグでも勝ったことがありませんし、2009年11月3日から2010年12月1日にかけて同じユニットにいたこともありますし、一緒に UWF 世界6人タッグというベルトを巻いたことがあります。組んでても戦ってても強さというのはもう分かってますし、僕も佐藤光さんを超えなきゃいけない、はい、壁だと思ってるので、そして世界ジュニア絶対手放したくないですね。今本当に充実してるんで、このベルトを手放すのは本当に自分自身許せないので、必死になって守りたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答に移らさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。石井さん、その過去、はい、その佐藤選手シングルで勝ったことないということですけど、はい、具体的にいつ何回やってるのか、2012年5月13日の大阪ムーブンアリーナでシングルマッチ一度やってるんですけども、12分56秒クロスヒールホールドで敗れました。はい、すごい僕自身すごいまだ、まあ、若手の一人に過ぎなかったと思うんですけど、すごい何でしょうね、印象に残ってる、思い出に残ってる
試合の一つであります。はい、石井選手にとって佐藤選手というのは特別な存在であると。はい、組んでたこともありますし、勝ったこともありません。常に意識している選手の一人ではあります。はい、佐藤さん、挑戦表明したときにその岡山というのは頑張っているんですけども、はいはい、やっぱりその地元でこのベルトを巻きたいという気持ちもやっぱ強いですね。そうですね。岡山っていう地は昔からプロレスには非常に恵まれているところだと思うんですね。僕が初めてそのプロレスを見に行ったのは1991年、ちょうど岡山で最後のタイトルマッチ、神戸エキスプレス対、2代目タイガーマスク小橋健太のアジアタッグを行われた翌年の4月だったんですけども、僕はまだ10歳ですね、になった時に見に行って、その第一試合で井上雅夫さん選手がデビューしてたんですけども、その日も、小橋健太対ダイナマイトキッドがあって、で、最強タッグも、僕の大好きな神戸エキスプレス対、川原さんと田上さん、で、いつやはハンセン選手に初めてその川原さんが勝った場所も岡山なんですよ。で、三沢さんと川原さんのシングルマッチも目の前で見ましたし、そういう意味では非常に恵まれた土地ではあったんですけど、場所ではあったんですけども、やっぱり岡山出身のプロレスラーで、あんまり地元愛の前面に出す人ってもいなかったんですよ。で、今はいろんな昔と違って東京に出てこなくても、地方にいろんなプロレス団体があって、で、プロレスをやるっていうことに関して言えば、いろいろできることになったと思うんです。で、他の仕事も地方に住んでっていうでもできるような通信とかいろんなものが発達したんですけども、やっぱり自分がプロレスラーになるときはもう東京、横浜、関東に出てこないとプロレスラーになれなかった世代の最後の方の人間なんで、やっぱもう実は岡山を18で出てきて、こっちに来て18年が経つんで、人生の半分をこっちで過ごしてるんですよ。ですけど、やっぱり自分の中には岡山で生まれて岡山で育った人間っていうのは消えないんですよね。もちろん岡山何度も帰って試合をしたことはあるんですけども、タイトルマッチを、全日本プロレスのタイトルマッチをもし自分が持って帰ることができたら、こんなこう夢の実現っていうのはないんじゃないかなって思いましたね。また一歩あの時見ていたプロレスラーに近づけるんじゃないかなと。で、その時の対戦相手が石井選手で、僕は光栄ですよ、本当に。石井選手、当日、挑戦者の地元ということで、はい、声援が挑戦者に集中する可能性が高くて、はい、アウェーの状況になる可能性が高いと思うんですけど、それについてはいかがですか。そうですね、僕も、地元に近いところで去年の1月23日にアジアタッグ選手権をやらせてもらいましたけど、確かにすごい声援というのは力になるし、ただアウェーだとしてもそれはそれで僕は全然気にすることはないですし、そうですね、あとはアウェーと言っても僕を応援してくれる人も岡山に来てくれると思ってますので、はい、そこはそんなに気にしていません。前回、高尾選手にベルトを取られてから、はい、DDT の選手の間でベルトが移動し続けてきてと、はい、いう状況をどのように見てましたか。やっぱり、その全日本にベルトを取り返すって山本君が言ってましたけど、前回自分全日本の人間じゃないんで、自分が青木さんから初めて世界ジュニアを取った時も流出といえば流出だったんですけど、でももうここまで来たら、その所属の名前がついたばっかりの選手よりも下手したら全日本のを構成する一人だと思ってるんです。
で、まあ、今まで僕が全日本プロレスに上がってからいい時も悪い時も、まあ、どっちかっていうと悪い時の方が多かったと思うんですよ。でも今すごくいい風が吹いてる状況で、一つジュニアにもやっぱりこんだけいろんなプロレスがある中で正々堂々俺はジュニアだ、こっちがヘビーだってあるところって全日本だけだと思うんですよね。そこ守ってる、そこのジュニアヘビーっていうことにやっぱ意味があると思うんで、そのジュニアにやっぱもう自分の力でもう一花咲かしたいなと思います。だから前にそのジュニアリーグの前に青木さんが今のチャンピオンが何を発信してるかわからないとか、まあ、いろいろ言ってたんで僕も近い感想を持ってたんですけど、前回3月12日の後楽園ホールのリングで向かい合った石井選手の目は、もう今思い出しても鳥肌が立つような目をしてましたから、僕の知ってる本当にね、リング上でも言ったんですけど石井ちゃんじゃなかったんですね。チャンピオン石井圭介だったんで、もう意地とプライドをさらけ出して思いっきりぶつけて陰りなしの、僕ら体格はないですけどハートはあるんで思ってますから、岡山で燃えていきたいですね。はい、そう、この間その後楽園で挑戦アピールした時、はい、その地元岡山から何か反響とかありました？ありました、はい、ちょうど実は後楽園大会の前の日にですね、ネズミ先輩が岡山出身なんですけど、ネズミ先輩と初めて会いまして、はい、まあ、それを引き合わせてくれた人がいて、でその食事会、まあね、ちょっといやらしい飲み屋でしたけど、ネズミ先輩なんでそこは、そこで来た岡山の人だっていう人がよく話をしてみたら、誕生日が1ヶ月違いの同級生 で僕がオープンスクールっていう中学3年生の時に行くやつですね、あれで行ったところに結局進学した人だったんです。でまさかそんなところで岡山の人と同級生と会うと思わなくて、明日後楽園で試合なんですって見に来てくれて、でもうそれで目の前で岡山で挑戦表明挑戦するって言って、まあもう向こうはねあんま詳しいこと分かんないからこれもう決定なんだっていう、大興奮して、今までそのプロレスに触れて来なかった人たちも岡山っていう共通項を持ってプロレスを見に来てくれて、ああこんなやつがいるんだっていうのも一つの岡山燃えさせる理由だと思うかな。最近イオンができたんですけど、ね、もう岡山って言ったら今イオンのことしかみんな話さないですから、そこにやっぱちょっとぶち込みたいですね。先ほどもこのビルと手放すのが許せないぐらいのことをおっしゃってましたけど、はい、防衛を重ねていくうちにより今まで以上に愛着なり、はい、愛着ももちろん自信もどんどんついていくん で僕は、まあ、5歳の時からもテレビに映ってるので思い入れは他の選手も負けてないと思っているので、はい、手放したくないですし、このベルトを持っていると自信にもつながるし、はい、もう愛着もすごい湧いてて、あとはまあ世界中の王者としてのもう自覚とか誇りとかももちろん持ってるんで、はい、そうですね、岡山の人にも世界中のチャンピオンをアピールできたらいいなと思います。はい、その今回その佐藤選手初めて勝って、はい、チャンピオンとしてより大きくなるっていう部分もあるかと思います。そうですね、まあ、勝てばより大きくなれると思ってます。そしてこの、はい、超えたいと思います。はい、はい、それでは、引き続きまして、大森取締役より、お知らせがございますので、そちらの会見をさせていただきます。それでは、大森取締役よろしくお願いします。はい、まずはですね、来月4月から、開幕いたします
チャンピオンカーニバルにですね、PRF 会長ドリーファンクジュニア、会長が来日、いたしまして、開会宣言を、行うことが決定いたしました。そして、またドリーファンクジュニア選手がですね、チャンピオンカーニバル中の4大会に参戦して、これは選手として、試合をやることになりましたので、それをご報告をさせていただきます。4月16日の、開幕の後楽園ホール大会、4月18日の福島、ビッグパレット福島大会、4月22日、品川プリンスホテルステラボール大会、4月23日、新潟アオレ長岡大会、ドリーファンクジュニア選手もですね、非常にコンディションよく、張り切っておりますので、好試合が、期待できると思います。続きですね、はい、5月カードで決定したものがございます。こちらの方のお知らせを大森取締役によろしくお願いいたします。はい、ゴールデンウィーク中のですね、5月6日、5月7日のですね、千葉大会、川口大会のですね、決定カードを発表させていただきたいと思います。まずは千葉、5月6日、土曜日、千葉ブルーフィールド大会よりです。千葉エクストラドリーム、15オープニングドリームタッグマッチといたしまして、佐藤光、青木敦志組対岡田雄介、中島洋平組。これはまさにですね、若手とそして、職人というんですかね、教育マッチ的な、そういうカードになりますね。中野ダム、アロン・サオリ組対エリナ・バンビ組。普段ですね、女子の試合でもなかなか、実現できないですね、組み合わせ、全日本でしか見られない、女子の、タグマッチになります。続きまして、吉田綾と秋山純組対岩本浩二、大森隆夫組。はい、自分と秋山選手、分かれましてですね、海援隊の吉田選手と秋山選手が組みまして、岩本選手と、自分が組んで、戦います。そして、寿司諏訪間組対田中稔海組。諏訪間選手はですね、勝って、全日本所属だった選手とやりたがってるっていうですね、そういう意向を受けてですね、再開マッチ的な、感じになります。まあ、一応再開マッチではあるんですけども、諏訪間選手ただでは、終わらないと思いますよね。やっぱり全日本を辞めてた選手に対して、腹の中に一つも二つも抱えてるものがあると思いますんでね、ちょっとただじゃ終わらない試合になると思いますね。そしてジェイク・リー対、マシモ・ケンゴ。チャンピオンカーニバル中、それぞれ別ブロックの、それぞれ別ブロックで戦う選手同士の組み合わせになりますね。はい、非常に興味深いヘビー級同士のシングルマッチになります。そして青柳優馬、野村直哉、宮原健人組対丸山敦志、武田正史、石川修司組。これはですね、宮原選手率いるネクストリームと石川修司率いる石川軍団ですかね。まあ、ジュニアヘビー級内混ぜになってますけど、まあ、本当、石川修司選手、まあ、この間自分対戦しましたけどですね、非常に破壊力があって、強烈な選手ですからね。まあ、すごく醍醐味のある試合が期待できると思いますね。続きまして、5月7日の埼玉スキップシティ大会、スキップビート川口ボリューム3から、決定カードをご報告いたします。佐藤光、青木敦志組対、阿部文典、岡田雄介組。これもですね、一番続いて、教育マッチ的なそういうタッグマッチになります。続きましてですね、アイスリボン提供試合といたしまして、
ユキヒマヤ、セラリサ組対テキーラサヤ長崎マルコ組、毎回ですね、川口大会の時にはですね提供マッチとして、アイスリボン、所属の選手たちが試合をやってくれてますんでですね、今回もですね、アイスリボン提供試合といたしまして、このカードをラインナップさせていただきます。続きまして、6人タッグマッチ、丸山敦史、武田正史、秋山純組対田中実、岩本浩二、大森隆夫組、秋山選手と、自分がですね、分かれて6人タッグで、ぶつかり合います。続きまして、寿司諏訪間組対甲斐中島洋平組、諏訪間選手がですね、かつて全日本に所属していた、そして辞めていた選手に対してですね、非常に執念深いものというか怨念みたいなものを持ってますんでですね、特に甲斐選手には、そういう腹に秘めたものっていうものをですね、見せつけるそんな、ちょっと殺伐としたですね試合になると思います。そして、ジェイク・リー対石川修司、大型のヘビー級同士の、醍醐味が期待できる、そんなカードになります。そして青柳優馬、野村直也、宮原健人組対野村拓也、橋本大地、上谷秀吉組、ネクストリーム対大日本軍団ですか、はい、で橋本選手と上谷選手はタッグで狼っていうチームなんですよね、はい、まあ、そういう全日本と大日本のですね対抗戦的な、意味合いを含んだ、そんなログインタッグマッチになります。以上でですね、千葉大会と川口大会の、カードの発表を、終わります。どうぞご期待ください。よろしくお願いします。